ネーション。皆さんこんにちは。サンダ学び子育て情報局の時間です。この番組は毎月第1、第3月曜日のお昼12時からお送りしています。サンダ市では学びの街サンダを目指し、教育や障害学習の充実を図るとともに、子育てしやすい街の環境づくりのため、様々な取り組みを進めています。この番組では、スタジオに市役所のご担当者の方にお越しいただき、教育、障害学習、子育てなどに関する取り組みやサービスなどについてお話しいただきます。お相手は藤田のぞみです。今回はスタジオに文化スポーツ課山崎俊明さんにお越しいただき、文化スポーツ課で取り組んでいる子どもも大人も一緒に楽しんでいただける取り組みについてお話しいただきます。山崎さん、よろしくお願いします。こんにちは、文化スポーツ課の山崎です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。さて、文化スポーツ課で取り組んでいらっしゃる子どもも大人も一緒に楽しめる取り組みと言いますと、どのようなものがありますか？はい、文化スポーツ課では、文化事業やスポーツレクリエーション事業のほか、はい、歴史文化施設、図書館や有馬富士自然学習センター、ガラス工芸館などで、障害学習に関わる、はい、いろいろな事業を行っております。そうなんですね。はい、今日はこれらの中から、この秋に行う取り組みを紹介させていただきたいと思います。はい、秋といえばスポーツの秋、健康の秋ですね。まずはスポーツの授業ではどのような取り組みがありますか？はい、9月30日の日曜日にファミリースポーツカーニバルを開催いたします。はい、ファミリースポーツカーニバル、お聞きするだけで面白そうなネーミングですね。これはどのようなイベントですか？はい、三田市市政施行60周年記念事業としまして、はい、子どもから高齢者、障害のある方などすべての市民の皆さんが気軽に参加できる、運動を通じて交流を深めることにより、触れ合いの大切さに気づくとともに、スポーツの楽しさを再発見していただくイベントとして実施をさせていただきます。そうなんですね。このお名前にファミリーとついているということは、家族向けの内容になりますか？ファミリーという名称で、ファミリー向けのイベントのようなんですけれども、はい、家族の皆さんだけではなくですね、サークル、仲良しグループをはじめ、はい、このイベントに参加された会場の方々すべてをファミリーとしましてですね、はい、大勢の皆さんに参加いただきたいというイベントでございます。そうなんですね。ファミリースポーツカーニバルのファミリーとは、参加されるすべての皆さんを指すということですね。はい、具体的にはどのような内容になりますか？はい、会場は城山公園といたしまして、はい、午前10時から午後3時までの予定で開催いたします。はい、内容は、親睦交流スポーツとしまして、大玉を使った、三田玉運び、はい、三田玉転がし、はい、玉入れ、綱引きなどがございます。うん、こちらは9月の10日月曜日に事前申し込みが、終わっておりますけれども、はい、その他当日参加の種目も多くご用意しております。そうなんですね。はい、体験発見スポーツとしましてですね、はい、野球場と体育館でキャッチボール、はい、スポーツ吹きや体力測定、障害者スポーツ、はい、乳幼児スポーツなど10種目をご用意しております。うん、まず9月10日締め切りの事前申し込みが必要な親睦交流スポーツのほか、当日参加できる体験発見スポーツという種目もあるんですね。はい、この放送を聞きになって興味を持たれた方も参加できるということですね。はい、ではどのように参加すればよろしいでしょうか？はい、城山公園のですね、はい、体育館と野球場に直接お越しいただきましたら、はい、そちらで種目ごとのブースを設けまして、受付をさせていただいております。
で、そちらでですね、体験会を実施いたしますので、はい、ブースごとにですね、はい、スタンプを集めていただきまして、このスタンプを5つ以上集めますと、お楽しみ抽選会の抽選券が、もらえるという仕組みになっております。そうですか。まず、野球場と体育館のそれぞれのブースに直接足を運べばいいのですね。はい。さらに、お楽しみ抽選会もあるなんてワクワクしますね。はい。はい。このお楽しみ抽選会ですけれども、はい、抽選の一等賞はですね、三田市の夢大使を務めていただいております、はい、パティシエの小山さんから提供いただきましたお菓子、はい、はい、それから、二等賞には、三田の名産でございます三田米などがございます、はい、はい、それから先着順にはなるんですけれども、はい、参加賞も多数ご用意させていただいております。そうなんですね、豪華ですね。何が当たるか楽しみですね、はい、他にもイベントブースはありますか？はい、体育館の 前にですね、はい、はい、子供遊び広場のブースを設けております、こちらは小学校低学年までのお子様対象の、スマートボール、あるいは型抜きといった、昔の遊びなんですけれども、はい、ご用意しております。参加自由となっておりますので、ふるってご参加ください。はい、小さなお子さんも楽しめるブースがあるんですね。はい、いろいろと本当に盛りだくさんの内容ですね。気軽に参加して交流を深め、スポーツの楽しさを再発見することができるかもしれませんね。はい、まだまだご用意をさせていただいておりまして。そうなんですね、はい、ファミリースポーツカーニバルのですね、特別ゲストとしまして、はい、三田市からですね、フィンスイミングで世界選手権に出場されました松田志保さんを三田スポーツ大使としてお迎えをしております。そうなんですね、はい、それからですね、このイベントはですね、市民の健康づくり支援事業としまして、はい、平成30年の10月から開始を予定しております総合マイレージ制度のキックオフイベントとしても実施をいたします。はい、うん、そうなんですね、はい、で合わせましてですね、はい、市政施行60周年記念事業のスタンプラリーにも参加しておりますので、このイベントに参加いただきますと20ポイントを贈呈いたします。はい、フィンスイミング日本代表松田志保さんを三田スポーツ大使にお迎えしているほか、来月スタート予定の総合マイレージ制度のキックオフイベントでもあり、また市政施行60周年記念事業スタンプラリーにも参加しているという点でも注目のイベントですね。はい、では山崎さん、もう一度ファミリースポーツカーニバルの日程をご案内いただけますか？はい、三田市施行、市政施行60周年記念、ファミリースポーツカーニバルは9月30日日曜日午前10時から午後3時、城山公園陸上競技場、野球場、体育館を会場として実施いたします。はい、ありがとうございます。雨が降った場合はどうされますか？雨天の場合は屋外のメニューについて、はい、城山公園の体育館で規模を縮小して、実施いたします、うん、市役所からの送迎バスもご用意しております。そうなんですね、はい、皆さんこの日一日はですね、スポーツを通して、交流親睦を深める機会にしていただければと思います。はい、ふるってご参加いただけたらと思っております。はい、ありがとうございます。三田市市政施行60周年記念ファミリースポーツカーニバルは9月30日日曜日午前10時から午後3時まで、城山公園、陸上競技場、野球場、体育館を会場として実施されます。当日参加できる種目もたくさん用意されているそうです。皆さん、ふるってご参加ください。さあ、山崎さん、次に文化事業ではどのような企画がありますか？はい、同じく三田市市政60周年記念事業としまして、はい、NHKBS プレミアムで人気の放送の番組ですけれども、はい、みんなでどーもくんの公開収録が10月14日日曜日に里の根ホールにやってきます。そうなんですね、 NHK のテレビで見る茶色いふわふわのキャラクター、どーもくんがやってくるんですね。
私の子供たちも大好きで、みんなでどう思ってよく歌っています。ね、ぜひ見たいんですが、観覧するには事前にお申し込みが必要ですか？はい、NHK の事前申し込み制となっており、すでに9月13日で締め切りとさせていただいております。そうですか。はい、おかげさまをもちまして多数の皆さんのご応募をいただきました。はい、応募いただきました皆様には月末までに抽選の結果を送らせていただきます。はい、わかりました。お申し込みはすでに締め切っていらっしゃるんですね。はい、では今回の公開収録の様子、いつ頃放送されるのでしょうか？放送日は現在調整中です。そうなんですね。みんなでどーもくんは毎週日曜日の午前8時30分から放映されておりますので、日については決定次第 NHK ホームページでお知らせいたします。はい、毎週日曜日朝8時30分から NHKBS プレミアムで放送されているみんなでどーもくん、三田市で収録される様子はテレビでご覧いただけます。放送日は決まり次第 NHK のホームページでお知らせするということですので、皆さんぜひチェックなさってくださいね。山崎さん、今日はどうもありがとうございました。どうもありがとうございました。今日は文化スポーツ課から山崎さんにお越しいただき、三田市市制施行60周年を記念した子供も大人も楽しんでいただけるスポーツ授業、ファミリースポーツカーニバル、そして文化授業、みんなでどーもくん公開収録についてご紹介いただきました。次回の放送は10月1日月曜日、お昼12時からお送りします。また本日の内容は三田市のホームページに掲載しますので、ぜひご覧ください。三田学び子育て情報局、この時間は三田市が進める教育、障害学習、子育てなどに関する取り組みやサービスなどについて分かりやすくお伝えしてきました。さて、次はどんなお話を聞かせていただけるのでしょうか。どうぞお楽しみに。